皆さん、ハッピーミリークリスマスイブ。イブかな？はい、今回はね、クリスマスということで、サンダの散々クリスマスというゲームをやっていきたいと思います。ね、なんか見た感じ、サンタさんのゲームなんだけど、よく見たらサンダっていうね。サンダって誰？じゃあ、やっていきましょう。初めから。うい。間違い探しゲームらしいよ。初めての試みですね。俺の名前はサンダ。今年もクリスマスがやってきた。サンダはクリスマスプレゼント配ってんの？もちろん俺の予定はバイトオンリーだ。ちくしょう、今年も散々だ。あーでもね、私もね、クリスマスのゲームやってますけど、実際ね、いつも動画前撮りしてて、全部動画投稿予約してんのね。で、このゲームやってんのさ、実はさ、7月31日なんですよ。え、めちゃくちゃ真夏、しかも35度ぐらいある。暑い。おっと、もうこんな時間か。サンタになって家にこっそりプレゼントを置くバイトに行かないと。あ、お前やっぱサンタじゃねえか。バイトとか言うのやめろ。てか、それは親がやれ。来たよ。あそこが一軒目のお宅だな。よっしゃー、気合い入れて。うお、セキュリティとか大丈夫な、家の。なに。え、なに、ぐわー、急にやられたんだけど。え、もう終わりですか、ゲーム。主人公、死んだ？言い忘れてたが俺は、めちゃくちゃドジっ子だ。よろしくな。あ、そうなんだ。まあ、ちょっとあんまり、お前ドジっ子かよとか言えるような人間じゃないんでね。私も結構やらかす方なんで。人のこと笑えんな。言ってて、またドジっちまったぜ。ごめん、ツルツルすぎだろ。仲いないんだ。まあ、そうだよね。よく見たらひび入ってんな、壁に。うわーやべえ。勢い余って客の家に突撃しちまった。あれひび入ってんのはそれか？やばいな、物が散乱してるじゃねえか。急いで元に戻さないと、これじゃバイト代もらえねえぜ。あー、なるほどね。左の部屋と同じようにすればいいのか。フルーツを机の上に乗せて、落ち着けよね。確か、右の部屋と左の部屋は同じレイアウトだったはずさ。はいはいはい。同じなのね。鏡合わせとかじゃないよね。右の部屋にアイテムを置いてプレゼントを置いて逃げる簡単な仕事です。はい。間違い探し間違い直しで、危機を乗り切れ。待って。廊下に散らばるアイテムを拾って、同じレイアウトになるように置こう。ここに置くのは、うわぁ。左側に見れるんだよね。廊下の釣りの近くにプレゼントを置くのをする。あ、なるほど、そういうことね。オッケーです。よし、よし、よし、ゲットじゃ。パン置くぞ、パン。パン、なんてなんだ。果実。そして、ベッドの上にクマ、タマ、白米、タマ、あ、間違えた。危ねえ。待って。はい、クリスマスプレゼント、オッケー。これどうよ。え？オッケー。逃げればいいのか。よし。なんとか間に合ったぜ。うおぉ。チュートリアルだから。ああ、よかった。一件目無事、終了。バイト代、826円を手に入れた。最低賃金。ちょっとセーブしよう。次のお宅。やれやれだぜ。さてと、2軒目のお宅は、これさ、よく覚えとかんとダメとか言うことないか？ああ、またやらかしてる。あーっと、これも左に合わせればいいのか？言ってて、今日はどこの路面もカチコチかよ、まったく。オッケー。あれ？ああ、酒瓶難しいな、配置。くそー、またお宅に突撃しちまった。散々だよ、もう。ここもひび入ってんな。もう落ち着けばで。さっきと容量は一緒だ。左右同じレイアウトにすれば大丈夫。ちゃちゃっとやってやるぞ。オッケー、スタート。任せろ、おい。とりあえずプレゼント送るでしょ。おい。で、ここに、フラッシュ、ちょっと待って、2本だ。え？あ？ 3 本？あー、そういうことこれはクッキー、ラッキー、クッキー。そして、人形、はい、オッケー。あとは、ここに、
木馬を置くと。はい、OK。逃げる。はい。よし、なんとか間に合ったぜ。あれ、奥方そうじゃないのか。よかったよかった。2件目無事終了は、バイト代831円を手に入れた。同士に潜入して800円しかもらえんってさ。次のお宅。まだまだ行くぜ。さて、3件目のお宅は、ルアーだろ。え、ルアーがない。ルアーがない。今度は激突しなかったぜ。俺の可愛らしいドジに期待してたやつは、いや、には申し訳ねえな。いや、可愛らしいとか一瞬たりとも思ったことありませんけどね。あ、クマが間違ってるね。ピンクと青。で、おい、また家の中散らかってるじゃねえか。まあ、人を雇うんだったら片付けとけ、せめて。今回は俺のせいじゃねえぞ、全く。どうなってんだ。OK。まあ、これ、この隙によく見ておこう。まあ、ついでだし、片付けていくか。クリスマスはみんな忙しいんだろう、きっと。OK。間違ってるとこないか？部屋にないアイテムも落ちてるな。拾ったら？廊下右側にある光ってる、え？右側にある妙に光ってる箱にぶち込んでおくか。なるほどね。OK。なんだ、あの、鉄パイプみたいな巻物みたいなやつ。じゃあ、スタート、はい。ああ、プレゼント2個ね。まずプレゼント置く。はい。そして、ここに鉄パイプみたいなやつ、巻物を置く。で、クマちゃん間違ってるから、青色にする。青虫ってなんだよ。そして、ろうそく置く。OK?OK? もういいんじゃないの？あ、で、置く、あ、ちょっと待って。あ、なんか、ある、微妙にあるわ。なんか、本みたいな。贈り物。OK! 入れろ。入れた今。入れた？OK。よし、なんとか間に合ったぜ。OK。犯罪だな、犯罪。おー、高い、ちょっと高い。3件目無事終了、バイト代1123円、やった。セーブ。よし、次のお宅。楽しいんだけど、これさ、この楽しさ伝わってる？まだまだいけるぜ。さっと4件目のお宅は。どうだ？今度は。あれ？なんかおるな。泥棒じゃね？さーてと、ここも、ちゃっちゃと済ませて。ん？泥棒はいるよね。どう見ても。泥棒じゃん。こそ。悪そう。わ、あいつ。普通に犯罪なんだけど。は、泥棒。いや、でも今、こう誰か人が来たら、お前が泥棒だぞ。あの野郎をすぐ捕まえねえと。お前も泥棒だよ。いや、待てよ。万が一、あいつを捕まえられなかった場合、俺が疑われる可能性もあるのか。お前しかいないね、むしろ。つうか、状況的に誰が見ても俺が怪しいだろ。畜生はなんでこうなっちまうんだ。そんざんだもん。いや。クソ、落ち着け。俺は無実だ。とりあえず、今まで通り部屋を片付けて、仕事をこなしてから追いかけるぞ。まったく、歴代で一番散々なクリスマスだよ。でもさ、これでもし捕まえたら、めっちゃ快挙じゃないですか？快挙。はい、プレゼント。そして。チーズケーキっぽいやつ？アップルパイか？うん。あとなんだ？あとは、あれ？こっちは何もないぞ。これなんか違う。待って。柿みたいなやつ。ピンク色で消火器がある。ここに消火器がある。オッケー。消火器、消火器。そして、これがピンク色だ。丸いです。丸くて。そう。これ。どうだ。あ、リースがある。壁の向こうに。オッケー。リース、ウェイ、完璧。もういいよ。あ、待って、まだ。ティーカップおかしい。コーヒーカップ。オッケー。オッケー。いいんじゃないか？完璧じゃないか？これ、危ねえ。4件目無事終了、バイト代1231円を手に入れた。さあ、泥棒は次のお宅。さっさと泥棒を追いかけないと。よく犬食いが分かった。あ、おる。
ちゃんとおる。サンダ。ああ、嫌だったな、泥棒野郎。おい、もうお縄につけよ、お前。神妙に。で、ここも依頼されたお宅じゃねえか。いいよ、そんなどうでもいいクリスマスの奇跡。よし、行こう。くそー、すごい手がクレームが来てバイト代が減るのは避けたいぜ。ここもパッパのパッと終わらせるぞ。俺ならできるわ、I can do it。いいね。あれ？入れない、うわ、広いよ。はい、早く、早く。そして、よく見る。緑色の帽子。緑、そして、なんだこれ、なんだ、ここに置くの、なんだ。え？なに、よく、僕っての、なに？あ、あそこ回収してないんだ。なんだこれ。花、本、袋、袋？ここになんかあるぞ。あ、取ってない。これ、うん。そして、これよく、緑色なんだ、青いリンゴ。そして、ここになんだ、なんだ、小物入れ、オッケー。そして、あー、手紙が載ってる。手紙、ラブレター、はい。で、なんかあって、なんだ、ここに靴下か。靴下、オッケー。片付け完了？オッケー。オッケー。よし、なんとか間に合ったぜ。片付け完了って出たらもういいんだ。おぉ、1357円。やっと。オッケー、セーブする。泥棒いける。どうだ？こら、待ち上がれ。おるか？あー、広いな。ずいぶんでかいぞ、家が。嫌がったな、あの野郎。で、おい、ここも依頼されたお宅じゃねえか。神様のいたずらか？どんないたずらだよ。本当だよ。あいつ捕まんのかな、ちゃんと。あーもう仕事なんて知らん。あいつをとっ捕まえるのが先だ。大丈夫？ん？なんだなんだ。サンタさんへ、クッキー食べてお仕事頑張ってね。プレゼント楽しみです。わー、絶対置かなきゃならんやつ、これ。泥棒を逃がしてもダメだが、サンタがクリスマスに仕事を放り出したら、子供を悲しませちまうよな。そうだよ、まず仕事してからにしよう。めと、きちんと仕事をして部屋を片付けてからあいつを追いかける。オッケー。片付けは仕事のうちに入ってんのか？なーに、俺にかかれば余裕よ。早く話せばいい、それだけだ。単純明快でわかりやすいぜ。オッケー。なんだあいつ。なんか知らんが全然追っかけてこねえな。これならあちこち遊んでても大丈夫だな。けっけっけ。あいつ調子乗ってんな。スタート。これは回収できない。オッケー。あ、すごい散らかってんだけど。なんだい、どういう家してるのこれも。本当に。これをあちこちばらまくっていうことがまず不思議なんだけど。よし、オッケー、プレゼントオッケーよ。そして、部屋をよく見る。パンダだぞ、これ。パンダ。ジャイアントパンダ。はい。そして、ここになんかネックレスっぽい。ネックレス、ペンケース、ピンク、ペンダント。そして、あ、なんか小さい箱がある。小さい箱。ちょっと邪魔だな、これ。小さい箱。小さいプレゼント。そして、この右にあるのが A みたいです。写真立て、OK。そして、これ邪魔だな。並んでる。これ並んでる。熊のぬいぐるみ。そして、なんか部屋に飾ってある。ここになんか飾ってあるのなんだ。飾り付け。んで、あとなんだ？あと何？なんかある、なんかある、ここになんかある。何？飾り付け、クリスマス、キャンドル。オッケー。ちょ。大きいくぞ。待ち上がれ、泥棒。1446円。最高ね。いくら稼いだ？お、いいぞ。てか、明るいな。まだ昼間じゃないの、これ。よし、追いついた。今度こそ逃がせねえぞ、ほら。そんな足で追いつけねえよ。あばよ、ぬるまなサンタさんよ。無事っ子には厳しいか？この俺は何も学ばず生きているというも思ったか？俺はな、転んでもただじゃ起きねえんだよ。まあ、実際転んでるしね。何度も転んだしね。上にツルツルを生かして編み出した王座。
滑り込みアタックだ。うおー、強い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 。すごい動きした今。おお、実に見事なり。ちくしょうは、前全然動いてなかったぞ、一歩も。全然一歩も逃げる気なかったぞ、今。やったやったやった。これで無事に、バイト代稼いだ。しかし、これで生活していけんのか。ああ、やっと終わったぜ。今年は面倒ごとにも巻き込まれるし散々だったな。ああ、いた、あいつだよ。え、やばくね？ん？お？僕見たよ、あいつが家にプレゼント置いてるとこ。だからあいつが3点なんだよ。ああ、見られちゃった。何？そいつはまずいんだ。隠れろ。いや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 。バレバレるって。あれ？意外と？あれ？いなくなっちゃったよ。サンタさん、プレゼントありがとう。ちゃんと聞こえるかな？子供はな、純粋だからな。聞こえるよ。だってサンタさんだもん。そうだね。じゃあみんなに大きな声で言おうよ。サンタさん、ありがとう。わあ、嬉しい。ありがとう。いや、嬉しいわ。なんか泣けてくんな。え、何？心弱ってんのかな？え、こんな感謝されるクリスマスもありかもな。あ、何？おいでー、ったくもう散々だよ。また転んだんだね。てか他にもあったんかい、仕事。あ、ないのね。もう終わりね。オッケー。いやー、楽しかったな、間違い探し。こういうタイプの間違い探しもあんのか。いやー、いいな、このクリスマスの音楽。かわいいジングル。制作、時かけ氷様、ありがとうございます。あ？なんだ？おまけ部屋？え、サンタ代行のお仕事、お疲れ様でした。あなたの記録、残り時間214秒。6810円も稼いだ。何？法定速度、減収、急いでもいいことないぞ。安全第一さんとか、そんなのあんの？いや、安全第一とかそんなん関係なく普通にベストを尽くしたんですけど。はい。ということでね、サンダの散々クリスマスでした。私は安全運転ということが分かりました。皆さんもね、安全運転でね、クリスマスだからといって、家でね、まあ自分の子供がね、ああ、ケーキ待ってるとか思っていそうじゃないで、まあ、安全をね、ちゃんと守りながら、家に帰りましょう。てかもう帰ってるか、これ。もう動画見てるんだったらね。はい、ありがとうございました。